それでは第一種のエリアであります有害業務に係るいろいろな関係法令の事項に入っていきたいと思います。以前に第二種を取っておられて、今回特例受験で一種を受けられる方、はじめまして梶谷と申します。二種の方から引き続き一種の勉強される方、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。でこの有害業務に係る関係法令と労働衛生なんですけども、ちょっとですね、第2種のエリアとは頭を切り替えていただく必要があるかもしれません。どういうことかと言いますと、結構第2種の部分に関しましては、有害業務以外の部分ですね、比較的ですね、関係法令とそれと労働衛生の内容ってあまりこう関連性、もう本当は関連性あるんですけども、なんとなくこう独立した項目のように感じられた方も多かったんじゃないですかね。比較的こう違うことをやっているというか、イメージ的にはそういうふうに感じられる方が多いんですよ。ところがですね、この有害業務に係る部分というのは非常にこう2つの科目が密接に結びついているというか、つながっています。どういうことかと言いますと、例えば特定化学物質のことを語るにしてもですね、まずその特定物質はこう第何類に分類されているかとか、それをこう製造とかするにはどういうこう規制があるのとか、その法令によるさまざまなこう規定についてのこう勉強をするというパターンがあるわけですよね。そして労働衛生の分野では、じゃあ実際にですね、その特定化学物質はどのような健康障害をもたらすのかとか、それを予防するためにどういったような安全装置を設置しなければいけないのかとかですね、そういう絡みで勉強してきますので、割とその関係法令と労働衛生の部分で同じようなことがですね、ちょっと言葉として出てくることがございます。それはそれで何度も同じことをこう勉強するうちに、さらにそのことが深く覚えられるというメリットもありますので、一応そういう傾向もありますということをぜひお覚えください。はい、ではその辺のところを意識していただいて、関係法令の方に入っていきたいと思います。で、今私その関係法令と労働衛生密接につながっているということを申し上げましたけれども、第2種の部分のですね、安全管理体制と、あと労働基準法関係に関しましては、非常にですね、そこを応用した問題が2問ほどいつも出題されています。もう多ければ3台ほど出題されていますので、今からお話しする内容は第2種の分野でのさまざまな関係法令、特に労働基準法関係と安全衛生管理体制、その2つの部分をもう一度ですね、こうご自身の頭の中で思い起こしながら聞いていただければと思います。はい、まず安全衛生管理体制です。ちょっとおさらいの部分もあるんですけれども、衛生管理者の選任というのはこのように人数に応じて人を配置しなければいけないということでした。これは問題ないかと思いますね。そしてこれも第2種のエリアで出てきてますよ。第1種衛生管理者に関しましては、清掃医療運輸農林畜産製造電気ガス水道等の業種で選任しなきゃいけない。これは有害危険業務に分類されますので、第1種でなければいけないということでした。皆さんがちょっと今回ですね、頭をひねらなきゃいけないのはこちらの方の分野ということですね。はい、もちろん他にもいろんな要件があって、思い起こしていただくこともあるとは思うんですけども、特にですね、衛生管理者の選任要件、衛生管理者のこの選任要件と産業医の専属要件、このことも合わせて思い起こしてください。ちょっと今からも触れますけれども、よろしくお願いいたします。はい、次いきます。衛生管理者の選任要件と衛生工学衛生管理者という題目ですね。この選任は選ぶ選任じゃないですよ。その事業所の中でそのお仕事に専従させなければいけないという選任です。これは第2種の分野でも皆さん覚えておられると思うんですけれども、専任長の事業所、1000人以上ですねに関しましては、衛生管理者を4人選任しなければいけなかったです。で、そのうちの1人をですね、選任しなきゃいけない。選任すなわちこの専属の線ですね、
専任しなければなりませんでした。これ覚えてますよね。重要な要件ですよ。でここではですね、この衛生管理者の専任要件もう一つ出てきます。これ大切です。覚えましょう。500人超の労働者を使用し、校内一定の有害業務、校内一定の有害業務等に常時30人以上が従事する事業所では、衛生管理者のうち専任が1人必要であるということなんですね。だからここは専任超に達する前にですね、500人超の労働者がいるところで、ある一定の有害業務に30人以上従事しているのであれば、もうこれはただ事業所に専属だけでなくて専任でなければいけませんよということを言ってるんです。これは非常に重要です。絶対忘れてはいけません。そしてもう一つですね、もう一つ覚えましょう。500人超の事業所で、同じですよ、500人超の事業所で特定の有害、これこっちじゃないかな、特定の有害業務、特定の有害業務に常時30人以上が従事する事業所では、1人は衛生工学衛生管理者でなければならないってことなんですね。はい、これ衛生工学衛生管理者というのは第一種を持っておられればですね、 4,5 日くらいある研修所に行って、しっかりと泊まり組でこう研修を受けていただいて、修了試験を合格すれば取れるわけなんですけども、ある特定の業務に関しては第一種でもいけないよ。さらにこれ衛生工学衛生管理者を選任してねと、こういう規定があるわけなんですね。このことも合わせて覚えておきましょう。で、この校内一定の有害業務、そして衛生工学衛生管理者が必要な特定の有害業務というのはどういうものであるかというと、ちょっとこれ何度も同じ表を出すと大変なので、ちょっと次の章でですね、出てくる表を応用しましょう。はい、実は労働基準法で時間外労働が1日2時間以内に制限されているという業務があるんですよ。この業務と先ほどの衛生管理者を選任しなければいけない一定の業務というのは同じです。このイロハニホヘトチリなんですね。よろしいか、よろしいですか。で、こういう業務が出てきたら頭の中でちょっとピピンとアンテナを張り巡らせていただいて、衛生管理者の選任要件が必要だったなということを思い起こしてください。その中でもさっきありましたね、イ・ハ・ニ・ホ・リという業務に関しましては、500人超の労働者がいて常時30人以上そういう業務に、イ・ハ・ニ・ホにの業務に従事している労働者がいればですね、これは1人衛生工学衛生管理者がいなければいけないということです。よろしいでしょうか。この辺はですね、何度も皆さん復習をして、勉強されると思いますので、自然に覚えていかれるのではないかと思います。はい、次、産業医の専属要件ですね。1000人以上の労働者を使用する場合は産業医は専属でなければいけない。これは第2種でもやりましたね。覚えてますか。1000人以上ですよ。この衛生管理者は1000人超の専任要件がありましたけど、産業医は1000人以上ですね。紛らわしいですね。同じにしてほしいなと思うんですけども、1000人以上の要件がありました。で、またですね、ここ500人以上の労働者が一定の有害業務や深夜業についている事業所でも産業医は専属でなければいけません。つまり1000人とかに行かなくても、もう500人という多くの人が一定の有害業務や深夜業についている事業所では、産業医の先生は外の人ではダメですよと、その事業所に専属でなければいけないですよということですね。どうですか。しかし500人という規模の事業所ってかなり大きな大企業だと思うんですけども、その中でもやっぱりその500人がですね、深夜業とか
有害業務にこう従事しているという形であればですね、まあ、それはやっぱりお医者さんが一人ぐらい専属でいてもいいですよね。まあ、そういうことではないかと思います。はい、でこの中のところをまあよく読んでおいてください。有害業務における安全衛生管理体制は 100% 出題されます。これ 100% 出題されます。今まで出題されなかったことはありません。で確実に理解をして、おいてここで特典をしておきたいと思います。だから第2種のエリアで学んだ内容とも合わせて複合的に出てきますのでね、何度もそこの辺のところは読み返していただければと思います。まあ、設問パターンまた練習問題でもやりますけれども、事業所の衛生管理体制が過剰書きに出てきて、その中で誤りである項目を指摘させるというパターンが一般的なんですね。ただまあ回答の選択肢となる内容は、今申し上げたような衛生管理者のこう選任要件であるとか、あ、ごめんなさいね、選任要件であるとか産業医の専属要件であることが多いんですけども、まあ、中にはその内容に誤りはないというようなですね、選択肢が正解になることもあるので注意してください。じゃあ皆さん、例えばね、こういうのどうですか。ある事業所は800人います。製造業である、製造業である、で多量の高熱物体を取り扱っている。取り扱っている従業員が30人いる。というような、まあ、30人でも50でもいいんですけれども、いうようなこう前提があったとしましょう。じゃあ、この時にですね、例えば私今ちょっといくつか言いますよ。こういう問題出てきたらどうですか。衛生管理者は1種から2人選任し、あと1名は外部から労働衛生コンサルタントにお願いして、合計3人を衛生管理者として選任している。内部から2人第1種を選任し、外部から労働衛生コンサルタントにお願いをしていて、計3人衛生管理者がいる。丸ですよね。800ですから、501人超のカテゴリーに入りますね。丸ですよ。で、2人以上選任するときは、外部からの労働衛生コンサルタントは外部からの人を1人選任できるんでしたね。で、じゃあこれどうですか。産業医は専属ではないが1名選任している。これも OK ですね。1000人以上でになっていないですし、一定の有害業務や深夜業に500人達していないですよ。だからこれも丸ですよ。じゃあこれどうですか。衛生管理者は皆他の業務を兼務している。どうでしょう。これは引っかかりますよね。だって500人以上いて、しかも多量の高熱物体、さっき の一定有害業務に入りますよね、に30人以上いる。こういう場合は第一種衛生管理者3人いる中で1人は専任、専従の専ですよね、でなければいけませんという感じで出題されます。ですので、実際の問題はね、ちょっと手を変え品を変えいろいろ出てくるんですが、そういうところでですね、自分の頭をちゃんと整理しておかないと、あれ、このパターンはどうだったっけっていうことになりますので注意いたしましょう。はい、ではここで一旦切らせていただきます。